横浜みなとみらい21横浜三井ビルディング横浜三井ビルディングは神奈川県横浜市のみなとみらい地区の一角にある超高層ビル三井不動産が運営管理を行っている略称は横浜三井ビル当ビルの完成は2012年2月末だがそれから約2ヶ月後の同年5月7日に開業へ至った三井不動産にとって 横浜駅エリア最大規模のオフィスビルであるとともに、同エリア発の三井ビルとして建設された。また、同社が港未来地区で大規模開発を行うのも初めてのことである。臨地には日産自動車グローバル本社があり、横浜駅とも近接した同地区の北の玄関口にあたる。2階には世界最大級の鉄道模型博物館。 現鉄道模型博物館が2012年7月10日に開館した。鉄道模型制作、収集家の原慎太郎による世界の鉄道車両模型コレクション及び室内施設として、世界最大級のジオラマ、鉄道関連資料、グッズなどを展示したものとなっている。このほか横浜国立大学未来情報通信医療社会基盤センターの サテライトオフィスや国連はイフィニフ日本アジア気候などを誘致し次世代テクノロジーの開発に携わる企業の発掘、育成を目指すデフタパートナーズ横浜拠点を開設している。また2014年9月には神奈川県が同ビル内に医療機器の実証試験センターを作る計画である。最寄りとなる新高島駅。ありがとうございます。